ある日、ウクライナの大統領、ゼレンスキーは自分の軍隊を見回していました。一歩ずつ前進しましょうと力強く言いましたが、なんと大統領の言葉は文字通りに解釈され、すべての兵士が一歩ずつ進むようになってしまいました。前進。と命じられ、兵士たちは一歩踏み出します。しかし、その一歩が終わると全員が止まり、再び指示を待ちます。大統領は戸惑いつつも、もう一度前進。と言います。しかし、またもや兵士たちは一歩だけ進み、その場で足を止めます。これを見たゼレンスキー大統領は頭を抱えます。なぜみんな一歩しか進まないのだ。一緒に進むぞ。とまた命じますが、やはり兵士たちは一歩だけ進んで止まります。ゼレンスキー大統領は頭をかき乱し、思いつく解決策を試します。一緒に三歩進むぞ。と言ってみたり、全速力で前進。と命じてみたりしますが、やはり兵士たちは一歩だけ進んで止まります。そこで大統領は全兵士を集めて、みんなが一歩ずつしか進まない理由を教えてくれと尋ねました。すると一人の兵士が手を挙げて、大統領、あなたが一歩ずつ前進とおっしゃったからですと答えます。この答えにゼレンスキー大統領は驚き、そして思わず笑ってしまいました。そして彼は、一歩ずつ前進とは一歩一歩確実に進むことを意味するんだよ、連続して進んでもらいたいという意味だよと説明しました。全兵士が理解した瞬間、一斉に進行し始めました。それを見たゼレンスキー大統領は満足そうに微笑みました。しかし直後、一人の兵士が、大統領、あなたが前進する速度は何歩分ですか、私たちが合わせなければならないと思いますと尋ねました。全兵士が待つ中、ゼレンスキー大統領は驚きながらも、あ、そうだなと考えてしまう。その時、周囲は静寂に包まれ、大統領の答えを待つ緊張感が充満していました。そして大統領がにっこりと微笑んで、それはと言い出し、一瞬の静寂の後に軍隊の平均歩数に合わせましょうと言いました。その瞬間、全兵士が一斉に笑い出しました。彼らは一緒に進み、一緒に笑うことで強い絆というユーモラスな思い出を共有しました。それはウクライナ軍の最もユーモラスで忘れられない1日となりました。